ニューヨークの地下鉄の駅に草間彌生さんの大規模なモザイク画の作品が設置されました。ロンドンでも巨大な像が登場し話題を呼んでいます。25日マンハッタンの地下に新たに開設されたグランドセントラルマディソン駅に高さ2メートル横幅 36.6 メートルの巨大なモザイク壁画が登場しました。日本を代表するアーティストの草間彌生さんが制作したもので、この駅に常設展示されます。草間さんは公開にあたって、人の命は美しい、私の願いは私の人生のすべてとともにこのビジョンをニューヨークの人々に届けることですとコメントしました。現在ルイ・ヴィトンの店舗では草間さんとのコラボレーションで草間さんにそっくりなロボットも展示されています。こちら足だけでこのサイズ、見上げると真剣な表情で筆を握る草間彌生さん、ものすごい迫力です。イギリスのロンドンには草間さんの巨大な像が登場し、老舗百貨店のハロッズの外観はカラフルな水玉模様に彩られました。フランス・パリの店舗でも上を見上げると建物に水玉を描く草間さんそっくりの像が現れ、多くの人が驚いた様子で足を止めていました。